ああ FEC チューンド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 。さあ始まりました FEC チューンド木曜日メガネロックへの木曜ジングリ担当のメガネロックへです。よろしくお願いいたします。さあオープニングテーマが、今週はお菓子ということでね、あのお菓子と言いますと僕あのパッとイメージで出てくるのがあのアメリカのお菓子でして、あのアメリカのお菓子ってすんごい味いろいろあるじゃないですか。もうイカれたような味からすんげえもう甘なんかイチゴ味だったらとことんもう甘ったるいやつまであるじゃないですか。ちょっと前だとそのハリ鼻クソ味とかなんかいろんな味があったりして、でそういうのでいろいろアメリカを感じるんですけど、ちょっと前に別のラジオ局に行った時にそのなんか誰かそのパーソナリティさんがアメリカに行かれたらしくて、でなんか飴玉買ってきて置いてるから皆さん食べてくださいっていうので置かれてて、でそれをスタッフの方から教えてもらいまして、でいただこうかなと思ったそのスタッフの人が、いやここに入ってる飴玉全部味が濃いからもう絶対ねみんなちゃんと食べきれないんだよこれ、もうすぐちょっと食べたらまあもういいってなるからつって、で親くんそういうのなんか芸人さんだから得意でしょみたいなふりあって、いやそんなことないですよって言いながらねこの飴玉開けまして、で中から一つ取ってこうパクって食べて衝撃を受けたんですけど、無味一周回って無味なんですよ。アメリカの味の濃い飴玉を想像してたら無味のやつが出てきて、普通にちょっと食って吐き出しましたその時にアメリカのお菓子ってやっぱすごいなって思いましたね。どうもありがとうございました。さあ改めまして皆さんこんばんは。始まりましたメガネロックへの木曜ジュングリ担当のメガネロックへと申します。よろしくお願いいたします。さあこの番組はですね毎週木曜日のこの時間帯はさせていただいてるんですけども、この木曜ジュングリ、なぜ木曜ジュングリというかというとですね、まあ僕メガネロックが基本的におしゃべりさせていただくんですけども、毎週うちの事務所 FEC ってお笑いの事務所なんですけども、そこから毎週若手が一組、ジュングリジュングリ遊びに来てくれることからメガネロック屋の木曜ジュングリとなっております。そして今回登場してくださるゲストはこの方です。カデケンさんです。よろしくお願いします。どうもー3週ぶり3度目の出場あさと代表カデケンです。よろしくお願いしますちょっと野球風に言ってみました。いいですね、はい、ありがとうございます。僕もね最近食べたお菓子がすごい味でしたよ、はい、もうタイヤでした。タイヤ、タイヤ、もう味覚、味も、もう食感も、タイヤっていうグミを食べました、最近。ゴムっぽいってことですか？外国のすごい、ゴムっぽい味というか。ゴム、いや、タイヤ。僕、ごめんなさい、僕。ゴムっぽい、いいタイヤ、うん。タイヤを食べたことがないので。あ、僕もないんですけれど、だろうな、ごめんなさい、食べたことないんですけれど、だろうなっていう。だろうなという味。はいはい、よろしくお願いします。カデケンさんということで、はい、まあ、いつもですね、ゲストの方にこの木曜ジュングリはテーマを決めていただいてるんですけども、はい、今週もカデケンさんの方で決めていただいておりますが、今週のテーマは何でしょうか？はい、今週のテーマは夏休みですよね。夏休みということで。もう夏休み手前じゃないですか。そうですね、もう大体来週ぐらいからですかね、夏休みに入る学校が多いということで、はい、夏休みというお題で。そうですね、もう僕らなんか年中夏休みみたいな感覚ありますよねバイトしながら、まあ、バイトしながらだからっていう実感なんですけれど、そう、子供の時やっぱ夏休みがいつまでも続けばいいなと思ったんですけど、いいす、ね、大人になってそれが続くと、うん、あのお金も稼がなきゃいけないし芸人としてのお仕事もあんまないしって、ね、分かんなくなっちゃいます。そうですね、問題になっちゃいますよね、いろいろね、あの凝縮された40日間が、いや本当に素晴らしいみたいな、あれはね本当に幻ですよね。そうっすね、あ、うん、なんかこう一瞬こう来てすぐもうすぐ抜けていくみたいな、うん、その感じがやっぱり夏らしいなっていうのはやっぱ一番感じたのはやっぱその小学校中学校の、はいはい、まあ、高校もかな、夏休み。大学僕行ってるんですけど、大学夏休みあるんですか？あります、長い2ヶ月間え多分あるんじゃないかなって、長っ、はい、いやもう
長っ2ヶ月長いっすよね、長いんすよ。だから絶対2ヶ月空いたら二度と学校行かないっすよ。ほんとほんとほんと。あーでもはい、わかり、それはうん、わかります。いやいいな。でもそんな夏休みね、もう皆さん今後これからまた会社員の方とかね、夏休み取られると思うんで、今回の夏休みどうするみたいなね、予定とかいろいろね教えていただいたりとか、あとはもう昔子供の頃私夏休みこんなことしたよとか、はい、いろいろそういったのも募集したいなと思っております、うん、ちなみに片桐さんは夏休みといえばなんか、はい、まあ、この後いろいろねコーナーでも喋っていくんですけども、はい、夏休みにどんなイメージというか思い出とか。あ、そうそう、だまあ宿題ですよね。あ、宿題ね。なんかパッと思いつくのは自由研究とか。だからもう自分全然やらなかったんですよね。だから絶対あれってあの夏休みの間40日間かけて、なんていうんですか、今もあるのか分かんないですけど、その夏休みの友みたいな、友みたいな頑張ろうとするじゃないですか。そうそうそう、もう9月1日にはやってないところがなくなってましたから。それを探すところからっていう、もう机に埋もれて。だからあれなんていうんですかね、うん、結局ほら夏休みの友ってありがたいのがその答え合わせするようの回答用紙がついてくる、はい、ありますね、あれね、はいはいはい、魔法の。あの魔法はすごいですよ。ラスト1日で全部片付けられる。あ、なるほど。でも何の身にもならない。もう僕なんか日記40日間1日で書いたからね。もう大作家並みのもう文章力というか、落ちて寝て落ちて寝てみて、ほぼ妄想で書くような、ほぼ妄想で、はい。あーでも懐かしいな、いろいろ、はいはい、まあ、夏休み読書感想文もそうだし、自由研究もそうだし、あったね、絵とかね、工作とかね。なぜか夏休みの時にね、なんか僕らの学校は夏休みの時習字があったんですよ。ありました、あったあったあった、俺もあった。俺絶対習字は正月のイメージだから、うん、冬休みの課題としてだったら分かるんですよ。で冬休みも出るんですけど、うん、夏に書道をやる意味が分かんなくて、その時から言われてみればだってそうだね。ねえ、別に夏に書いたからってなんかなんかね、別に風物詩的な感じでもないし、確かに、うん、なんかなんかいろんな疑問を抱きながらね、はいはいはい、小学校時代とか過ごしてましたけど、皆さんもこんな感じでいろいろ教えていただければなと思います。教えていただきたいですね。変わったなんか宿題とかあったら聞きたくないですか。ちょっと聞きたいですね。自由研究何作りましたみたいな。そう、自由研究、僕は中学校の時に、はいはい、那覇にね、浅戸川っていうのがありまして、はいはいはい、そこで何年か、そうそう、前にそこでサメが現れたみたいな、ちょっとニュースになったんですよ。あったあった、はいはい、それを見て本当に浅戸川でサメが釣れるのかっていう実験っていうか、面白そう、そういうのやったことありますよ。結構、高校の時、高校、あ、中学校の時ですかね。最初、まあ、釣り好きの友人集まって、やりまして、で最初、うん、普通に魚1匹釣りまして、はいはい、普通のサイズの30センチ、まあ、分かんないですけど普通の魚釣って、はい、それを餌にサメを釣るっていうのやったんですけど、結構でもチャレンジャー的なやつやってない？チャレンジなんですけど、これのいいところは釣れても釣れなくても自由研究としてちゃんと書けるっていう。あ、そうなんだ、そう、すげえ。こうやって待ってポイントいろいろ書いたけどとかで、いろいろこの行間開けながら、あのいるじゃないですか、しょうもない女子のブログみたいな、あの空の写真上げて行間バッて開けてみたいな。はいはいはい、はい、上のところで終わるようにしてね、そうそう、段落変わるみたいな、あの空みたいに私はなりたいってバーってまた行間開けて、すごい、なんで風は私を呼ぶのみたいな、ちょっとやばい目の文章を書くみたいな、あんな感じの稼ぎ方でしょ、枚数は。そっか、そっか、もう俺なんかもう3時間で終わるようなやつしか選ばなかった。何やったんですか？なんかゴム、輪ゴム鉄砲の作り方とか。それでも先生許してくれてたんだ、中学校の時は。小学校、あ、中学校ですか。緩かったな、うん。あーでもいろいろなやつ、僕もいろいろやりましたよ。本当に最終日の夜中まで何していいかわからなくて、小学校の頃に、はいはい、あの鉛筆をなんか紙の真ん中に立てて、いろんなところから懐中電灯当てて影の出来方っていうわけのわからないやつ提出したりとか。そんなの研究して何になるんだみたいな。そうそう、だからそういうので時間つぶ、じゃ時間っていうか、そのね、いろいろやったりしましたけど、なんかね、消化する方法みたいなね、いろいろやってますけど、まあ、その中でいろいろ募集しております。メールアドレスが7、ね、スタップ細胞とか発見したら面白かったけどね。そんなに
みたいな、ね、最近なんかニュースでスタップ細胞見つかったみたいな、なんか再びやってましたもんね、環境問題みたいなすごいな、時事、ね、ネタ取り組んでくる人いたら相当ですからね、はい、皆さんもスタップ細胞見つけたよって方いましたら、メールアドレス797@fmginowan.com、ね、797@fmginowan.com までお待ちしております。この木曜巡回ですね、ツイキャスというものでも配信しておりまして、はい、リアルタイムでこのスタジオの様子が生放送されております。そして気軽にコメントの方も書けますので、はい、ぜひぜひツイキャスの方も時間ある方はぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。早速ツイキャスの方もいろいろ来てるんですよ。はい、今中田猫さんから、今夏休みに補習があって午前中だけ学校に行かないといけないよ、だから7月いっぱいは結局学校。あ、そうなんですね。 ありましたね、なんかその補習というか、あったっけ、そのなんか苦手な子とかね、数学とか苦手な子集めて、小中でも、いや僕ら小学校の頃ありましたよ。そのそうなんだ、僕ら小学校の頃はあの小4の頃の担任の先生が正志先生っていう男の人だったんですけど、はいはい、若めのすごくこの生徒と仲良くなる先生で、はいはい、夏にある程度のメンバー集めて、その補習なんですけど、それを正志塾って言って、おお、なんか、うん、みんな集めて、最初午前中勉強して、午後はなんていうんですか、ザリガニ取りに行ったりとか、なんかすごい、そうそう、だから民間学校みたいな、遊びと勉強がワンセットになってる。うわー、なんかまさし塾っていうのとか、ね、愛のある感じの、そうそう、だからそういうの、小学校4年生から全員補習、うわ、そうなんですね、きつ、結構そう、いやいやいや、なんだこれは、どっちですかね、クラス全員があまりその勉強が得意じゃなかったからとかなんですかね、それとも元から組み込まれてるやつなのか、普通にあるものなのか、ね、すごいですね、いろいろ、いわゆる俺らのゆとりみたいな感覚なのか、ね、いろいろ怖いですね、今のこの学校事情は。ぜひそのような、僕らも全然知らないのが多いので、ぜひ、なんか嫌だよね、なんか、あ、元からなんですね、元からやっぱそうなんですね、なんか夏休みって言わないでほしくない、だったら、あ、もうずっと学校ですみたいな、はい、入ったのに出るのみたいな、いやだから結局出校日とか出るやだった、結局なんかね、そういうので夏休みがちっちゃく、まあ、縮小されて、その他の秋休みとか冬休みが増えていくみたいなパターンもあったりしますからね。あ、そういうこと、今はどんどん、まあ、だからもしかしてそういうことかもしれないですからね、皆様もメールお待ちしております、よろしくお願いいたします。ということで、カテキンさん、今週も1時間よろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ、というわけで早速今朝のっていうさ、朝じゃねえのに今朝っていう、今週のオープニングナンバーかけたいと思います、はい、今週のオープニングナンバーはフジロックかっこ仮でわなわな。さあ、ということで、こちらは曲が流れてる間、ツイキャスの方がね、曲が流れないということで、ツイキャスのコメント紹介していきたいと思います。はい、マヤーさんから、はい、こんばんにゃ、あさと川ね、ぶっとい大うなぎ見たよ。いや、そうなんですね。あさと川うなぎいるんですね。いや、わかんないです。HY555 やのっていう番組で、はいはい、捕まえようみたいなことをやってたのは見たんですけど、うなぎいるんですね、あさと川。やっぱなんかね、いろんななんか水質の関係で全然来たりするんですね。今度氾濫した時にね、サメとかうなぎが出そうよってたの。事務所の前をね、DGB 級パニック映画みたいな、ズーム所から釣れるそうだね、 B 級映画じゃないですか、そんなの。ただガーブ川にはアリゲーター川っていうワニがいます。あ、ワニが、あ、ワニいるんですか。ワニがいます。昔ね、昔、今いるか分からない。いや、やっぱその、なんていうんですか、そのペットを流しちゃってみたいなやつなんですかね。そういうのももともとね、いろいろありますけども、そういうのを自由研究でやるのも面白いですね。そして、あ、これヨナミネさんかな。ヨナミネさん、はい、これ、あ、多分ヨナミネさん、ヨナミネさんなのかな。ですよ、ヨナミネさんですよね。あ、今でも、あ、夏休みの宿題終わってなかったっていう夢で目覚めて、そういえば学生じゃなかったって安心するというくだりが何回かありました。めっちゃトラウマじゃないですか。めっちゃ抱え、うん、すごいな。この感覚はすごいですね。そうですね、確かに。いや、確かに夏休みの宿題終わってなかったっていう、明日やろう明日やろうを繰り返して、結局もう9月になるっていうのはよくあるあるですけど、いや本当に、そうですね、多分あれでしょうね、与那峰さんはまだ大人になりきれてないってことですかね。多分提出物とかで結構プレッシャーあるんじゃないですかね。結構似たような、いやもう初詣に出さないと。いや、今度与那峰さんリフレッシュしに行きましょう。じゃあお知り合いいいな。そうです、あの前担当してくれたスタッフの与那峰さん、はい、そしてシュプリームさん、はい、この番組ではもうズブズブの関係のズブリームさんとも呼んでますけども、シュプリームさんがお菓子であいうえお作文作ってます、はい、お前の、はい、か彼女、はい、しょっぱいな、どういうこと。泣いてんのかな、わかんない。涙なのか、もう下ネタなのか。
シュプリームさんも下ネタ大好きですからね。すごいですね。これいろんなしょっぱいなにいろんな意味が込められてますからね。小学生とかに呼んでほしいですね。防災のイカのお菓子持ちとか、そういう幼いかけがしゃべらないみたいなね。おお前のみたいな。か彼女しょっぱいな。いやーなんか全然ほのぼのしないです。そして中田猫さんが夏休みリアルタイムで笑っていたも昼ドラ見れるのが嬉しかったなと。わかります、ありますね。キッズ王とか見てましたね。ああ懐かしい。そのなんか、はい、ちょっと大人になった感覚を味わえるというか。いいと思う。そうですね。そうそう、お昼休みというかね、お昼にこういうの見れる。ましたね、確かに。そして与那嶺さんが大学は人生の夏休みって言われてますね。そうっすね。これは誰の偉人の名言を引っ張っていたんだ、これは。なんか名言っぽいっす。大学は人生の夏休み。人生の夏休み。バーヨナミネ。これは留年中ですよね。すごい、人生。そしてヨナミネさんもお菓子で。あ、はい。桜。お、押さない、か、かけない、し、しゃべらない。まあ、防災訓練。そう、大事ですよね。いや、でも、これ大事なやつですから、ね。ただ、これどこで言うかですよね。そういう場面じゃない時とかだもんね。これあれですかね、ラジオのお菓子だったら放送事故ですもんね。そうそうですね。し、しゃべらないって入ってますからね。確かに。いろいろあります。はい、シュプリームさんが、おやくん左の乳首立ってる？立ってないわ。立ってないっすよ、全然。僕本当にただの陥没なんで全然何にもないですからね。もしあれだったらもう腕利きの人がそういうことしてくれればと思いますけど。僕毎回このシュプリームさんのこの、もう、そうそうそう、一発目のね、あの軽くソフトなのから来たらいいんですけど、はい、ズブって入ってくるんで。あ、なるほど。返しがどうしようかなって毎回なるんですよね。そして、中田猫さん、あずもーって聞こえた、はい、何があずもーって聞こえたんですかね、これ。岡田健さん、自分から滑舌悪いからかな。あ、はいどうもみたいな。はいどうも、あずもー。あー、聞こえます、自分でも聞こえるって。よっぽどじゃないですか。そうっすね。そしてカデキンさん、こんばんはということで、はい、中田猫さんですね。で、これオープニングネタになりますけど、はい、元し風味のキャンディーじゃなくてよかったねと。いや、元し風味のキャンディーだったらもう、そういうキャラクターなんだね。いや、大変ですよ。そうなんだ。元しの足の匂いを、足、あの、元しっていうね、もこもこ元しって後輩がいるんですけど、太った、はい、もう100キロ超えてるような、すごく、なんていうんですかね、言い方悪くなっちゃうんですけど、はい、あまり清潔感がないというか、で、はいはい、匂いがすごいんですよ。で、一回その事務所で夜中ね、はい、みんなでノリでじゃんけんで負けた人が元氏の足舐めようっていうくだりがありまして、はい、で、その時に僕はあの負けまして足舐めたんですよ。舐めたんだ。おお、チキン南蛮の味がしましたよ。そう、おお、ご飯が進むんじゃない？そしたら。いや、進まないですよ。どういうこと？いや、でもなんかほんのり、なんていうんですか、臭いというか、なんかもう、はい、そいつがその日食べたものの匂いが足舐めるみたいな。まずね、なんかそれ、捉え方によって二度楽しめますみたいな感じなんだけど。そうそう、なんかこう、なんていうんですかね、すごい罪悪感はすごいですよ。罪悪感？負けてるような、悔しいようなね、いろんなのがありますけど、そして、あ、シュプリームさんが、うちの嫁さんは夏休みをいただきますと言って、はい、離婚届けるメモを残して出てった。ちょちょちょ、こんなポップに言うもんじゃないから、こんな。そう、ね。いや、夏休みいただきますじゃないですよ。大変、これこれもう、ちょっともうこれ後でもろもろ聞きますよ。そうっすね。さあ、メガネロックの木曜ジングル引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲスト、カデケンさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今週のテーマが夏休みということでですね、皆様から募集しておりますが、はい、ツイキャスの方でいろいろ反応が来てまして、はい、先ほどですね、僕があの自由研究で浅戸川でハサメが釣れるかどうかやってるよという話をしましたら、はい、どっかに、あ、そうそうそう、はい、浅戸川に大ウナギが、はい、いるよみたいな、見たよって話から、はい、中田猫さんが、うなぎいるの？土曜の丑の日に食べようと。あ、そうっすね。ね、あ、もう近いですからね。スタミナつけるために。そう、だって土曜の丑の日ってあれですよ、はい、うなぎを、はい、うなぎ屋さんがなんかうなぎ売れないってなって、はいはい、この無理やりというか、あ、そう、嘘でできた日なんですよ、土曜の丑の日っていうのは、うなぎを食べなきゃいけない、うなぎを食べるんですよみたいな、この嘘の風習を回したら、それがいつまにか定着して、商売上手な人が考えたんだ。そう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 、くそ、そなんだ。そう、だから別にその土曜の丑の日って何かがあるわけでもないんで、あ、そうなんですね。そうそうそう、ただただそういうもう
人がもう今日は土曜の牛の日だよっていうのからバッて広まったやつです、ね、僕らも順繰りの日作ろうこれ聞かないともうダメみたいないやそれ木曜日ですよ木曜日が順繰りの日ですからねちょっと違うなとごめんなさい、はい、そしてあきちゃんさんがですね、はい、高3の息子ちゃん夏休みは大学受験の勉強よりも遊ぶ予定ばっかりということで、あーこれね僕はその親から知った親の目線なんだねえ大学受験したことが僕はないんでその夏休みにこの勉強ばっかりしてる感覚があれなんですけどやっぱり不安ですよね親からしたらこういうのはねちゃんと受験勉強してくれないとみたいなねなんすかね家庭さんは大学行かれてますもんねはい高校の時はめっちゃ勉強してましためっちゃ勉強しましたリュウダイでしたっけはいおお自分、うん、どれぐらい勉強してたんですかもうほぼ分かんないです朝から晩までだった飲み込みが悪いんで割と根性タイプなんですよもうメモに何百回って書いて単語を覚えますみたいないや一発合格でした龍大一発だったんですけどで相当勉強してるじゃんうんはやったかな夏休みはやっぱそうじゃないとねちょっともうストレスがすごかったですその時はただいやでもやっぱそれが今ねいろいろ大学行ける糧にもなってますからやっぱそれは ねいる人それぞれいっぱい遊んでっちゃえばほうがよかったっすね今考えたらいやどっちずっとクーラーの中でずっとゲームとかやってたからすぐ勉強とかそうそうだからこれ結局大人ならないとねもうちょいね豊かなねそうそうだから、まあ、子供お子さんはねやっぱお母さん心配するけどもやっぱりそれが良かったかどうか大人になってみなきゃやっぱ本当に分からないっていうのがね分かんないっすね、そういうものですからね人生っていうのは誰かが言ってましたよあいいっすね人生語りますか誰かが言ってましたよあの大学とは吉田拓郎みたいにね、うん、だから大学とはあの人生の夏休みだみたいなの誰かが言ってましたありましたね僕名言が誰だったかちょっと覚えてないですけどまとめとかに多分載るでしょうねそう多分高校終了後ネイバーまとめとかうなぎがいますみたいなの一緒にね一緒にボロボロ載ると思いますけど、はいまあ、そんな感じでやっておきますが、はい早速1本目のコーナーに行きたいなコーナーはいコーナー企画行きたいと思いますこちらジュングリボックストーク さあこちらのジュングリボックストークはですね、この箱があるんですけどもこちら用意してる箱の中から一つ引きましてそこちらに書かれてるテーマでいろいろおしゃべりしていこうかなと思いますはい、まあ、今回入ってるのがいろいろ夏にまつわるワードがいろいろ入ってるので、まあ、ランダムにちょっと一個引いておしゃべりしていきたいなと思いますけども、はい、あ出ましたよ夏の思い出ということであーなんか決め石みたい夏の思いみたいなやつですよねはいはい、合ってるか分かんないさあ夏の思い出ということでいろいろ皆さんやっぱ持ってると思うんですけども、はい、おお風間さんなんか夏の思い出っていうと何が最初に出てくるとかありますか思いですか夏というと学校が12年間通うじゃないですかそうです小中高合わせたら、はいはい、8年間野球やってたんでおもう炎天下の中でなんかずっとやってたってああもう部活すごかったっすねもう部活にこう打ち込んだサコサコーイっつってあもう練習をずっとしてた練習っつってもほぼ遊びみたいな練習だったんですよ朝来て紅白戦やって紅白戦っていうのはあれですかなんこの分かれてみんなで中学そうそう中学の時はそうでしたね高校はがっつりなんか練習させられてあもう甲子園とかもいろいろありますもんねなんかそういう沖縄って、うんまあ、一応、うん、そうなんです沖縄っていうか、まあ、夏になればねあると思うんですけど大変でしたねこうそうですねだからこそ、はい、憧れが強いんですだから何年の夏もっと遊んどけばよかったなと祭りとかちゃんと行ったことないなと思って、まあ、やっぱりその部活に打ち込んでるとどうしてもね自分 の, その遊ぶ時間とかも減ってきますもんね、まあ、遊ぶ人もいたんですけど自分行かなかったんであでもやっぱ僕はその分部活とかがやってなかったんで、はい、結構遊んだというか、はい、まあ、いろいろその娯楽の思い出は多い方で、はいはい、夏といえばやっぱ僕の中ではその、まあ、ペンションとかね、はい、いろいろ行ったりしてみんなあの塾行ってたんですけど、はい、中学の時とかでその塾でこの僕ら通ってる塾があの一応すごい優しいいいとこなんですよ、はいはい、ただその結構あの癖のある人が多いというかおこのヤンキーちゃんタイプがこう通ってくるタイプの塾でして、はい、で先生もなんかオラオラ系昔ちょっとやんちゃしててみたいな、はいはいはい、でそれで今もそれをあったからこうその人たちがやっぱその慕って集まってくるみたいなとこでしてあで結構やんちゃ系のみんなが集まるとこで兄貴肌みたいなそう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 かっこいいタイプの先生で、はいはいはい、でその人たちが、はい、こうみんな集まってこいの人たちと僕らそのまあ俗に言うここ中学とかあの高校あんま行けてないグループっていうんですか俗に言うでそういうのに入ってまして、はい、属されてるそのメンバーで
こう決して混ざり合うことのないメンバーでの塾の合宿っていう。ほうほう。でまあ普通の塾だったらね朝から晩まで勉強とかだと思うんですけど、はい、僕らの塾は、ペンションつきましたら最初の1時間だけプリントやってもうあと遊びなんですよずっと。バーベキューやったりとか、そうなんだ、海行ったりとか。そっか。いや結構楽しかったですよなんやかんや。やっぱね、あのそういう時になるとやっぱやんちゃしてることでも心がやっぱ広くなって仲間意識がやっぱ強くなるんで、海とか行っていろんな恋バナとか、うん、いろんななんかこの異文化と触れてる感じがすごい楽しかったですけどね。異文化ってなんか不思議な、なんかあるで。そうそう、だから僕らがかあの経験しないようなことを経験してるタイプの。バカにしてるんじゃないの、それ。そうなんだ。バカにはしてないですよ。だって、もうだって混じり合うことのないところの人たちと絡むわけですから、僕たちからしたら違う文化の方ですから。あ、まあ、そこでの絡みは面白かったなっていう。でも結構遊んでる人面白いっすね。あ、例えば。でもだから小学校の時に、いとこが結構いろいろ遊んだりとかしてるんで、はい、遊ぶっつってもあれです、まあ。だからロケット花火の打ち方とかが。竹棒機の先にロケット花火を入れて火をつけたらなんかバズーカみたいな感じでこうバーンって打てるみたいな。もうなんかカンカンに入れて出すっていうことしか発想しかなかったんで、うわもう産業革命だった。おあもうあもうどこんなに楽しい遊び方があるんだっていう。いやでもいいな。あ、まあまあまあ、ば危ないですけどね。危ないですけどね。そう、危ないんですけど、あまり真似はしてほしくないですけど、ちゃんと工程というか、うん、広いところで。あ、もうもう、でも全然そういうなんか、はい、このだからそれこそ僕らのさっきの話に似てますけど、その夏休みだから遠くから遊びに来たりして、その知らないことを教えてくれるっていうのもなんか夏の良さでもありますからね。いろいろやっぱ夏、あ、そら、シュプリームさんが、はい、夏の思い出といえば一軸館長爆笑。なぜか浜辺に、砂浜には一軸館長が寂しそうに打ち上げられているという切ない夏の終わりの思い出、かっこ笑いということで。なんで一軸館長なんですかね。わかります。一軸館長ってだからあれでしょ、手榴弾みたいな、はいはい、あの形したあれでしょ、だから便秘気味の人がお尻に入れるやつですよ一軸館長。ああ艦長、あ、その艦長、そうそうそう、多分その艦長とこの船の艦長をかけてるんだと思うんですけど。あ、なるほど。シュプリムさん説明求むということで、ありがとうございます。皆さんもね結構送ってきてくれてますよ。はい、お、あ、姫とさんという方が初めましてお邪魔しますということで、はい、ありがとうございますね。ぜひなんか夏の思い出とかも教えていただけると、はい、ありがたいですけども、はい、あ、まあ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 、あ、思った以上にあんま来てないですねまだ、夏の思い出が、はい、でもやっぱ夏の思い出と言いますと、まあ、先ほども家庭研さんちょっと出しましたけど、はい、祭りというのはやっぱそそられるものがありますよね。祭りいいっすね、行ってみたいっすね。なかなかね沖縄だとその那覇祭りっていうのはあるんですけど、はい、開催されるのがこの10月とかになるんで、はいはい、この7月8月っていうとなかなかその、まあ、いろんな各地で祭りやってますけど、なかなかその大きいいろんな人が行く祭りっていうのも少ないもんでして、だから憧れはありますよね、夏祭りデートとか。あー、いいっすね、浴衣着たいなって思いますけどね。あー、そう、あとジンベイとかね。そうそうそう、いいと思うわ。なんか許される感じがします、あの時だけ。浴衣とかこの下駄履いても全然、ね、雰囲気、そうそう、味わってる感じがあって。なんかこんな祭り行きたいなとかあります？なんか理想とか祭りに関して。あー、そうですね。だからそれでリンゴ飴とか綿飴とかを買いたいっすね。買って。ね、あ、一応あるっちゃあるけど、なかなか ね、祭りでしか買わないようなものとかもあったりしますからね。そうっすね。いや、そっか。でも僕、あんま祭り行ったら、はい、お菓子とかに目がいかないんですよ。おう、もう二十歳超えてからはビアガーデンみたいなとこで。あ、お酒の方。そう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 。確かにあのなんか雰囲気いいよね。そうそう、特にちょっと暑いけど酒飲みながらそのディアマンティスさんとかね、見ると、まあ10月ですけどその夏というかね、感じるじゃないですか、はい、あの暑い熱気を、だからあの感じがたまらなくいいんですよね。だから、あ、なるほど。そう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 、まあ、祭りといえばいろいろありますけど、なんかこの理想の祭りデートみたいなのあったりします？なんすか、あ、だからもうこれ言ってるのかな、夏祭りっていう曲あるじゃないですか、はい、はいはいはい、あれいいっすよね。線香花火をマッチをつけて神社でねやってる感じみたいな、なんかね、あの淡い恋というかね。確かにあれ、うん、そうね、どこら辺に憧れます？その線香花火つけて神社の階段に座ってやるみたいな、なんか雰囲気。そうっすね。で、うん、2時間ぐらいで歩いて帰って花火 見たいんですけど。おお、うん、だからね、やっぱ、はい、この何ていうんですか、その後でまた
おかけしますけど2曲目で夏祭り、はい、だその僕がその夏祭り聞いて一番思うのはやっぱりこの沖縄あったから、はい、そのもう完全に東京とかのお祭りの感覚の歌だから、うん、よりその幻想感が強いというかリアリティをあまり感じないからこの妄想がどんどん膨らむんですよ。そうなんだ。だってその神社の階段に座りってなかなかそのまあ多分沖縄でやるってなってもなかなかこのイメージができないというか自分の中で。あ、そっか、神社って言われても神社っていうのは多分行くはするけどそのだって那覇祭りね神社そばありますけどその神社の祭壇に座って実際に線香花火やってる人間見たことないし、めっちゃつくん。そうそう、だからそのなんか妄想とか幻想がすごい入ってて、うん、僕はすごいなんか夏儚くも美しいみたいなねベタですけど、はいはい、なんかよく言われるようなのをやっぱ感じますね、あの曲からは。あー、そうだね、確かに。そうだから最初悲しい気持ちから入るところも、はいはいはい、いいっすね。君がいた夏は遠い夢の中みたいな、あ、ちょっと思い出を振り返るみたいな。そう、振り返りから入ってグンっていく感じがね、はいはいはい、なんか聞いててそそられるっていう感じがしますけど。確かにいいす、ね、あきちゃんさんは来てますよ、夏の思い出、はい、朝帰りしてよく親に怒られてたなと、やんちゃしてますね、あきちゃんさん。どういう遊び方してたんですか、ね、だからもう何ですか、夜男の人と一緒に遊んでたりとかじゃないですか。学生時代もしかしたらその夏休みだから、ね、夜遊びしても翌日が気にしなくてもいいっていうのがありますから。確かにああいうそういう憧れますね遊び方だからそれで言うとベタに言うと深夜番組見れるっていうのも一つの楽しみでしたからね、中学校とか、はい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 、小学校の時は、うん、僕らの頃はなんて言うんですかね、なんかプッスマとかやってたんですけど、はいはい、あのああいう深夜番組を見るのもめちゃくちゃ楽しみの一つでしたからね。いいっすね、いろいろ来てますけども、おお、中田猫さん、夏の思い出なんだろうな、遊んでばっかりでしたねということで。あ、やっぱみんな遊んでるんですよね。自分なんかセミ取りとかしてますよいとこと集まってセミ取りっすか。セミ取り30匹ぐらい集めておばあの家で全部話すとかめちゃくちゃファンキーなことしてるじゃないですか。なんかセミの幼虫見つけてきてそれをガッと置いてちょっと観察するみたいな。あ、でもそれもいいですね、夏の楽しみで。やってました、ね、いいですね。そして、シュプリームさん、はい、夏休みといえばよく朝立ちして妹に怒られたなと。ああ、見られてたんですね。いやいや、シュプリームさん、僕も今怒りますよそれはこんなこと送るの対して怒りますよ僕あ、そっか、なるほど。いやでもね、すごいな、夏休みといえば。だから夏休みじゃなくてほぼ毎日でしょ、シュプリームさん確かにこんな、そうだね、限らな、絶対限らず、その状態でラジオ体操とか言ってたんですよねもしかしたらね、めちゃくちゃ横にスタンプ押してもらうんだみたいなそれもっと下ネタじゃないですかはい、まあいろいろありますけども、はい、お時間なので2曲目聴いていただきましょうかね、はい、2曲目こちらの曲おかけしたいと思います。ジッタリンジンで夏祭り。その間ツイキャスの方紹介したいなと思います、はい、こちらですね、中田のくさんが先ほどのうなぎの話、うなぎるの土曜の牛の日にうなぎ食べよう、土曜の牛の日誕生日だからうなぎちょうだいと。ああ、ねえ、誕生日でうなぎ、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 うなぎ生きたのですか？うなぎにローフを刺すんですか、ね、これ、これうーつってデジクレイジーなことするじゃないですか。猫さんに対してシュプリームさんが猫うなぎになっちゃうよと、猫さんがうなぎ食べるから猫うなぎになっちゃうよと、で中田猫さんがマジってうなぎ犬みたいな感じです ね、で、あ、大家さん一緒に浅戸川でうなぎを捕まえて中田猫さんにプレゼントしましょう。あー、なんかすごい盛り上がっていいっすね。あ、したら、中田猫さんがうなぎ好きやねん。あー、シュプリームさんが火遊びはあかんとだからもう完全にシュプリームさんはあれですよね、下の方のうなぎですよね完全に体の下の方のうなぎに、まあ人によっては土壌になるんですかねね、あのトントンミーとかになると思うんですけど日遊びはあかんということ で、はい、で中田猫さんがなぜか大家さんのラジオでは暴露しちゃうよねって、あのこの時間だけ性癖許されるわけじゃないですけどねこれ YouTube に残りますからね。そうなんですよ。で、あきちゃんさんが、うん、シュプリームさん日遊びしてたくせにかっこ笑いということで、あ、たらシュプリームさんがこらっていうのね、なんだこのやり取り。シュプリームさん、カテケンさん頭良さそうって。あ、すごい。龍大の人ってやっぱみんな頭いいイメージしかないですからね。
中途半端な感じいやいやいや、ただ医学部はすごいめっちゃかっこよかったなと思って。あ、何学部だったんですか？自分はあの経済学部だったんですけど。結構どういうことをやるんですか？大学行ったことないから、そのあんまりその、なんかでも好きなことできるよ、いろいろ時間、暇というか時間がめっちゃ空いてるんで、さっきみたいに夏休みとか空いてるさ、なんかやりたいことやって、なんか卒業レポートみたいなのもやるんですよね。あ、その辺もめっちゃやりはするんですけれど。和彦さん何やったんですか？あんまり情熱を持たずにやってた、あの時は経済え、なんか テーマはどんなやつだったんですか？経済のなんかいろいろ調べてたよ。あ、仕組みというか、仕組みというか、そうだね、うん。あ、すごいですね。なんかいろいろ、なんか夏休みをいろいろ使ってやるの楽しそうですね。はい、そして、あ、いろいろ来てますよ。シュプリームさんがさっきの朝立ちに関して生理現象を笑うということで、いや、それはもう仕方ないことですからね。それしゃあない。そしたら中田さん、しゃあないしゃあないってまあそうですよね。そしてすごい経済学部といただいてますよ。あ、すげえ、ありがたいです。いいっすね。僕だから大学ちょっと行きたかったんですよ。はいはい、あの心理学部みたいな。なんで？ね、なんていうんですか、完全にモテるためですよ。なんで？醍醐みたいなことをしたいってこと？あ、メンタリストの。そうそうそう、なんかその心理学部知ることによって、心理学部ってあるの？心理学部みたいなのがあって、その心理、この人間の心理とかを知って、なんかその女の子の口説こうじゃないですけど、やっぱモテたい欲が強かったんで、その時はなんかもういろいろモテんじゃねえかなと思って、そういうのをイメージしてた時期はありますけどね。そして中田猫さんが、カテケンさん、息子の家庭教師してって。ああ、もう自分でできるんだろう。え、得意科目は何ですか、カテケンさんの。科目なんだろうな自分これ得意でしたみたいな。算数とか。算数、数学とかが得意とかですか？得意かもです。ああ、ね、いや、数学だったら。そうなんだ。あ、俺数学ダメなんですよ。楽しい、なんか結構楽しいんですよね。なんかね、数学はあの一時、はい、僕ハマったというか楽しくなったのは、はい、本当に1週間ぐらい、あのガリレオが流行ってて、月9で、あその時にあの福山雅治がね、あの湯川教授っていう先生があって、はい、この実験の謎がパッてひらめいたら、ダララダララみたいな曲が鳴って、こうバーって書き出すのがあるんですよ。あれに憧れて数学とか理科めっちゃ勉強した教科あるんですよ。ああ、そうなんだ。でもそれ憧れあるよね。憧れだからありますよ、なんかなりきるみたいな。はいはいはい。で、それで勉強して、期末テストの時とか問題出て、ちょっとでも分かったらすぐ頭の中でダララダララって中でブワーって書くみたいな、そういうのなんか憧れというか、いろいろありましたけどね。学校先生がちょっとイカれてた、みんなすごかった。え、これ高校ですか、中学大学の先生がちょっと ぶっ飛んでた。よかった、さあ、引き続きメガネロックの木曜ジングリ生放送でお届けしております。今夜のゲストはカテケンさんです。お願いします。お願いします。さあ、ここで、ありがたいことにメッセージが届いております。お二人さん、こんばんは。こんばんは。今日のテーマ、夏休み、お笑い大好き高校生さんからですね。来週の金曜日から8月いっぱいまで夏休みです。あー、いいっすね。いいな、夏休み。あ、9月から学校ですが、9月4日の代わりに9月2日が学校なんです。おお、小学校中学校まで近くの公民館でラジオ体操やりましたよ。お、毎日行けなかったのが後悔してますということで。あ、そうなんですね。真面目な方なんですね。いいっすね。ラジオ体操とかも懐かしいっすね。全然、そう、もう飽き飽きでしたから。いや、だから毎日行けなかった。もう全然行かなかったですよ、僕も。いいっすね。なんかね、家の、はい、家の斜め前が公園で、はいはい、それこそそこでみんな集まってラジオ体操やってたんですけど、はい、やっぱね、なんか行く気にならないというか。あ、本当にラジオ体操7時からやってたんですけど、はい、6時55分とかに起きちゃうんですよ。で、あと、いいぐらいじゃないですか、うん、でもなんかその朝起きたテンションですぐ行く気にならないんですよ、やっぱり、はいはい、もうなんかもう嫌だな朝からかみたいな。そうそう、この魔法の言葉、明日もあるしな。なるほど。
明日もあるしな。本当その。これ本当夏休みの子とかね言いたい、うん。明日もあるしなはないからね。うん。本当に。結果そうだね。そうこの状況でずっと続けていくと。大人になってもその考えでいっちゃうから、そうすかね。そうそう、提出期限とかもね、でも大人になったら、うん、いろいろ締め切りとかに追われるけど、それが効かなくなりますから。どうせならもう行かない方が良かった、の思った。おお、どうしてですか。いや、なんとなくです。なんとなくぐらいだったら。あ行く人はすごいかっこいいと思いますけどね、毎回。いや、でもそれ行くっていうのはやっぱ、解禁証を取る人とか出る、そうそう、やっぱ一日のね、その始まりですから、やっぱり、はい、そういうのルーティーンとなってるわけですからね。はい、中田でこさん、ラジオ体操なんか行かないと。あ、行かないですね。あ、すごい。なんか、でもやっぱね、はい、さんなやっぱ行かない人多いっすよ今大体 ね、そして中田猫さんが先ほどの風健さんと大学の話してまして、先ほどで僕が心理学部に行きたかったっていう話をしてまして、はいはい、それで中田猫さんが大江さんが心理学学んだら最強やで、おお心理学、そう心理学学んだらまたスプリームさんから出るなんかいやもう僕はシプリームみたいな、いやだから僕はもう心理学を学んでシプリームさんが下ネタを言うテンションにならないラジオをお届けします精神的についていきますからね。あ、そうなんだね。そしたらシュプリームさんの方から来てますね。北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもしれないから明日がある保証はない。なるほど。急に社会派になりましたね。もう今日を全力で生きれみたいなメッセージが。そうそうそう、リアルなやつですね。ですけれど、あきちゃんさんはラジオ体操の時間寝てた。あ、やっぱね、だからラジオ体操あれってどっちですか皆さん。2パターン分かれるじゃないですか、はい、実際にそのチャンネル合わせてラジオ体操の時間に踊るタイプのとこと、カセットテープ持っててそれを流すタイプのところがあるんですよ。あるね、うん、分かる分かる。僕らカセットテープタイプだったんですよ、はいはい、だとしたら、うん、いや10時でもええやん、いいよね別に。そう結局朝やるっていうのが大事だったらみんなができる時間帯にやるっていうのが俺はいいかなと思うんですよ。まあそうだね、無理にねハードル高く設定するんじゃなくて、そうそうそう、いいぐらいのね。だってそれ言ったらね、沖縄の公設市場とか周辺はですね、はいはい、夕方4時になりますと宇品口ラジオ体操っていうのが流れまして、はいはい、公設市場のおじおばが踊り出すとか体操やり出すんですよ、はい、お店の前に出て、はいはい、こうでも全部その腕を前に上げて背伸びの運動みたいなのも全部内な口、うん、方言で沖縄の言葉でバッてやって、うん、それをこうみんながこう踊るっていう、そうなんだ、そういうのが見れるんで、うん、面白いんですよ。やっぱりどんなちゃんと腰回ってる、回ってないですよある程度みんな妥協しながらこうやってるのがねそうなんだよ、だよね、おばあちゃんそうなるんで、そうそう、だけどやっぱり元気な方はねずっと全力でこの手を回すところも、そうなんだ、本当に一歩間違えたら倒れちゃうんじゃないかっていうぐらいブワーって気をつけてやったりするんでね、ずっと前屈の運動みたいになってね、そうそう、だからそう終わってますよ、前かがみがすごいみたいなね、だからぜひね沖縄なんか遊びに来る際とかね、ぜひ興味ある方は4時ぐらいになったら流れるんでね、はい、ぜひ見てみてください、そしてシュプリムさんが木曜ジュングリをラジオ体操の代わりに流そう、流せるか、朝からね、流せない理由はシュプリームさんあなたのせいですよ。乳首の下りとかちょうどいいんじゃない、乳首の下りとか朝立ちを朝みんなで流せるわけですか、無理でしょそれはめっちゃなぞってる、朝立ち聞いて子供たち何をしたらいいんですかどうもありがとうございますシュプリームさんね、そしたら、中田猫さん腰強くなりますよと、だから下ネタに下ネタをかぶせてくるっていうね、中田猫さんが第一もうシュプリームさんより上を行くんですから ね、中田猫さんさすがですよ、もうこんな下ネタいろいろ話してましたらお時間来ちゃってるんで、もう、はい、コーナー行きましょうか。あ、そうなんですね。さあこちらのコーナー行きたいと思います。Fペディア、さあこちらのコーナーはですね、Fペディアと言いまして、毎回ゲストに出てくれる若手芸人さんのFペディア、ウィキペディアでのこう載せる項目があるとしたら一体どんなのを載せるんだろう、それを増やしていこうじゃないかというのがこのFペディアでございます。さあ風健さん、今日何を紹介してくれるんでしょうか。はい、こっからちょっとなんかまた真面目な感じになるんですけれど、すごいちょっとなんか感動したっていうか、はい、人を紹介したくてですね。ああ、なるほど。加賀大輔っていう人を紹介したい。加賀大輔さん、はい、はい、この人今だから高校野球やってて、甲子園のテーマソングで栄冠は君に輝くっていう曲があるんですけど。ああ、なるほど、ありますね。ああたたらたらたたたらたたたた、そうです、それの入場曲みたいなありますよね。それの歌詞を作った人なんですけれど。 あれ歌詞あったんですね。歌詞あります、あります、全然あります。なんかこのね、やっぱ入場するときってインストというか、その曲しね、歌詞なしバージョンが流れてるイメージが強かったんで、なんかね、ファンファーレ、そう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 、なんか野球企画とか流れてる感じで。でこれ作ってる人なんですけれど、はい、
この人が不思議っていうか、もともと野球やられてた方なんですよ。はい。ですごく上手くて、でも高校に行こうと思ったけど、まあいろんな事情で行けず、おで結果会社の社会人として野球社会人として始めるんですけど、はい、そこでちょっと足を怪我してしまうんです、ね、この怪我したのは大体おいくつぐらいの時？多分20ぐらい、20歳ぐらいんですけど、じゃあ結構若くしても、若くして本当野球大好きなんですけれど、足怪我してもプレーができなくなっちゃうと、はい、でも仕方ないというか、じゃあもう本をめっちゃいっぱい読んで、はい、文学作家になろうとして、もうそれでもう違う道に進もうと、石川県の人なんですけど、それで賞取って東京に行ってやるっつって気合い入れてやったんですよ、ね、ただそれもなかなかうまくいかず、でその時30いくつかの時にこう公募の話があったと。これはその公募っていうのは、どういう感じの賞が、大会が第30回の大会で、1948年甲子園ですか、うん、甲子園の大会が、第30回目を迎えてということで曲を作ろうってことになって、なるほど、その48年にこの曲作られたんですけど、なるほどね、はいはい、そうなんです、これ作ってるんですけど、この歌詞の中身がすごい、なんか自分じゃ歌詞応募して、うん、実際採用されて決まったということで、はい、そうなんです、がもうなんか自分がプレイできないっていうこのもどかしさと、そしてなんか文学書いて やってたらいつかは賞がもらえるね、いつかは栄冠に輝くんじゃないかっていう思いが込められてる気がして、はい、だからそのタイトルが栄冠は君輝くっていう、おお深いですね、なんかいいなっていう話なんです。で結果この人58歳で死ぬんですけれど、はい、あんまりまあ文学的には成功はしなかったっていう人で、結果栄冠を輝かなかったっていう風な感じで捉えられてるみたいなんですけれど、その曲のなんか不思議なね、こんなんずっと歌って、今でもね平原綾香さんとかがいろんな方がカバーしてるんです。あ、じゃあもうその方の生涯のまあ、まあ、この著者としてのあれはないけど、ね、その唯一採用されたのがこの栄冠は君に輝くというの歌詞であるということで、ちなみにこのどの、はい、どういう歌詞がこうグッとくるみたいなのがいろいろあるんですけれど、3番のなんか、あ3番まで、はい、美しく匂える健康とかね、感激をまばたに描けとか、あ、うん、すごいいろいろ書いてますね、これ聞いてほしないっけなっていう感じなんですけど、どこが3番の歌詞ですか？3番こっちなんですけど、あちょっと見てもいいですか？いろいろなんかよく見るとデズナグ、これですね、空を切るからが3番ですか？そうそう、歌詞ちょっと読んでみましょうね、はい、空を切る玉の命に通うもの、美しく匂える健康、匂えるってところがいいな、あだからこれあれですよね、自分が怪我しちゃったから、うん、そのやっぱり健康とかね、感覚ありますね、で、和コードでですかね、はい、和コードよいざ緑小雪、白の葉、これ優勝のあるでしょ、冠みたいな、ああはい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 、ああいう頭につけるやつですね、はい、感激をまぶたに描け、まぶたに描けっていうね、ああすごいですね、なんかこう夏場だからこう汗拭ってる、なんか目つぶった時とかのあれですかね、もうだから焼きつけろってことですね、ああなるほどね、はいはいはい、とかもいろいろなんかいいのがあるんですよね、ああ栄光は君に輝くと、そうなんです、これぜひ聞いてほしいなと、いいっすね、なんかこれなんかそういうのを、はい、やっぱただ聞くだけよりもそういうなんか、はい、この著者というかね、加賀大輔も、いや普通に、まあうん、好きで聞いてたんですけど、はいはい、これの話聞いて、うん、あやっぱそういうね、これのなんか本もあるんでよかったら、あぜひぜひぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、これいいですね、やっぱその片桐さんもやっぱ野球やってたからこそいろいろ思うことがあるし、あーかな、いや終わってから野球やってる時はちゃんと聞いてなかったっすけど、いやでもその卒業してからやってた人間だからこそ分かるこのね、いろんな、うん、2年前ぐらいにちょっとハマった、そうなんですね、いろいろ、あ中田猫さんから来てますよ、はい、兄弟たちがカラオケでいつも歌ってますと、あいとこが、いとこたちが歌ってるということで、あそうなんですね、この英語は君に輝く、あー混ざりたい呼んでくださいそれ、そしたらシュプリームさん、はい、カデケンさん知的話が合いそう、ハートマーク、めっちゃ嬉しい、俺にもなんか下ネタ言ってくださいよね下ネタ、下ネタ、ね、じゃあ下ネタ、来てるんで読みましょうね、はい、今晩はチーンが鳴らないね、はい、あそのチンベルをいつもね叩いてるんですけど、このチンベルをいつもなんか最近出てくれるゲストがよくパクリというか、はい、オマージュをよくやるんでね、このなんかちょっと怪しいと思ったらこのチンベルをこうチーンと鳴らして、今それなんかのパクリでしょみたいなくだりよくやってたんですけどそうなんだ、そういうのがあってチンベル鳴らないねっていうことで来てて、その後にたったらった、あ、
タッタラッタラッタっていうこのさっきの甲子園の曲ですよ。その全部タッタラがあ、なるほど、ね、これ甲子園しながら立ってたら嫌ですけど、ね、そう、おったつの方のたつになってるっていうね。すごいすごいですね。もう下ネタのなんか甲子園あったら優勝しますよねこの人ね。すごい日本代表ですよ。ワールドチャンピオンいけますよ。そして、カテケンさんカラオケ呼びたいと。あ、まずですか。全然行きたいですね。いやじゃあもうぜひぜひ行ってくださいよ今度。じゃあ一緒に大家もじゃあ僕そばで聞いときますよこれを。そうですね、 FSA、 逆に中田猫さんを FSA のねカラオケに呼びたいぐらいですけどなかなかでも FSA のメンバーカラオケに行くことないですよ。ですよね、はい。まあ、そんな感じで、じゃあ、まあ、これは認定というかぜひぜひね載せれるぐらいのいいもんだと思います。やはりカデケンさんもそういういろいろあるので、ぜひまたなんかカデケンさんの時はなんかこのコーナーいろんな方紹介してもらうのでも良さそうですね。マジですか。でもマジでなんか紹介したいです。エフペディアでカデケン、カデケン好きな偉人伝みたいな感じでね。めっちゃやりたい。そうですね、もうちょっと固めていきます。じゃあもっと、じゃあまた来月、出ていただきたいな。読んでいただくせにはまたちょっとした偉人の方などを紹介していただければなと思うので、ぜひまたその際はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあというわけで、以上エフペディアでした。さあ、あっという間のお別れのお時間でございます。さあ、はい、ここで告知の方させていただきたいと思います。今度の土曜日ですね、7月15日土曜日に、我々演芸集団 FEC というお笑い事務所に所属しているんですけども、FEC お笑い劇場という定期ライブがございます。場所が、那覇市文化展物館4階、展物ホールとなっております。旧三越の向かいとなっております。お時間が18時半開場、19時開演となっております。チケットは1000円、当日が1500円、高校生活ともに半額となっております。今回のタイトルが笑いの雨の七変化と題しまして、ジブリに関する企画をお届けします。はい、まあ、オープニングも後半も稽古してますけど、だいぶ皆様がワクワクしてもらえるような内容になってまして、うん、後半のね、はい、ショートコントの方にはショートコントやるんですけども、ショートコントの方にはカテケンさんも出てますから、はい、ぜひね、見に来ていただきたいなと思いますので、みんな出てます。ちょっと各芸人、はい、チケットもですね SNS などで受け付けてますのでお待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、まあ、この夏休み、夏といえばですね、はい、FEC が毎年行っているフレッシュお笑い選手権大会という、一般の方を対象にしたお笑いの大会がありまして、はい、今出場者を募集しております。出場は、出場資格はアマチュアの方ですね、もしくは舞台、芸歴がですね1年未満の方が対象となっております。予選本戦ともに、ネタが3分となっておりまして、はい、まあ、予選を行いまして、予選通過するのが大体10組前後ですかね。で、本戦進みまして、本戦で見事優勝いたしますと、対象賞金10万円でございます。優勝すると10万円と、数々いろんな、テレビとかラジオとか、いろんな番組に出る権利とかね、チャンスもありますので、ぜひ皆さん興味のある方は参加してみてください。締め切りが7月25日火曜日、18時、7月25日火曜日の夜18時必着となっております。詳しい、応募フォームは FEC のホームページに記載されておりますので、ご確認お願いいたします。そして予選の方が7月30日日曜日、12時から展物館4階レッスンルームにて行われます。料金500円で、誰でもご覧になれますので、よろしければ遊びに来てください。そして予選を行われまして、選ばれたメンバーによる本戦が8月の5日土曜日19時、から展物ホール4、展物館4階の展物ホールにて行われます。こちらが前売り1000円、当日1200円、高校生がともに半額となっておりまして、ゲスト MC で前田ロマーシアさんが来てくださいますので、初めて。そうですね、前は以前、MC というかネタゲストで、はい、元ホームチームの与座さんという方が、与座義明さんが来てくれたのもあるんですけど、それ以来の、まあ、ゲストというか、はい、そういうので、今回は MC でロマーシアさん来てくださいますのでね、ぜひ、来ていただければなと思います。はい、さあ、まあ、告知はこんな感じになるんですけども、はい、いかがでしたか、カデケンさん、この1時間やってきましたけども。あー、めっちゃそうですね、もっとなんか大家の下ネタいじり俺やりたかったなと思って例えばどんな感じですか。はい、やりたかったんだ。まだ時間ありますから。な、そうですね、なんだろう、なんだろう全然出てこないんじゃないですか。ツイキャスの方来てますよ、はい、中田猫さんがもう終わりということで、そうなんですよ、もう時間ですからあっという間なんですよね。そしてシュプリームさんがあのデブとね、お言ってるんですけど、これはもう触れないようにしましょう、はい、もしかしたら僕のことを言ってるかもしれないですかね、このあのデブというのは。デブは失礼ですからね、デブはデブと思ってないんですよね。
まあ、いろいろ来てますよ。あと、カデケンさんも下ネタ言うのと。あ、下ネタ。カデケンさん言うんですか、下ネタとか。下ネタ、そうですね。もう、下ネタしか言わないです。え、もうこの1時間も下ネタ言ってきたつもりなんですけど。え、加賀大輔さん、下ネタなんですか。下ネタでしたね、僕の中ではもう。すごい新しいタイプですね。なんか、ひどいことしたね。そして、カデケンさん、東京でライブしてと来てますよ。あ、そっか、大家前やってたもんね。そうそうそう、ニッキーさんの東京でやられたライブの際についていきまして、いいね、シュプリームさんお会いしまして。え、そうなんだ。そうですよ。意外とびっくりしましたね。僕、シュプリームさん会った印象が、はい、あ、お若い方だなと思いましたよ。あ、そうなんだ。すごいすごい、びっくりしました、やっぱり。お若いなと思いましたよ、シュプリームさん。こんな感じで褒めてますけども大丈夫ですか、こんな感じでね。そしてですね、来週の木曜ジュングリ出てくださるゲストの方が、はい、スインチマーマーでございます。あ、来ました、ユタのお姉さん。ユタのお姉さん、なんか歌のお姉さんみたいな感じで、ユタのお姉さん、スインチマーマー出てくださいますけども、スインチマーマーさんをお迎えして、怖い話特集でいきたいと思います。あ、もう決まってるんだ。もう決まっております。マーマーさんとお話ししまして、もう怖い話特集でいきますので、はい、来週はぜひ皆さん恐怖体験など送っていただければなと思います。いいね、夏だからね。そうそう、マーマーさんの要望でもうあのスタジオもちょっと暗くして、前のちょっと照明だけつけて暗い感じでね、お届けしたいんですけど、なんか噂によるとここ出るとか駐車場にいるみたいな。あ、もうバンバン出ますよ。あ、バン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 出ますよ。マジか。もうだからマーマーさんが半笑いで、いやでもこんなことやったらいっぱい来るもんねって言いましたから。マジか。いや、言うテンション間違ってる。だからぜひ、あ、来週は SSS から生放送ということで。これどういうこと SSS。 なんだろう、なんだろう、サービスステーションじゃないですもんね。あ、リョウト君も呼ぼうということで、デコボコのリョウト、いろんなね、もしかしたら空いてる FC 芸人がちょっとまた恐怖体験喋りに来てくれるかもしれないので、そちらも楽しみにしていただければなと思います、はい、さあ今週もお付き合いいただきありがとうございました。またぜひ来週お聞きください。よろしくお願いいたします。今日片桐さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。バイバーイ。あ、今無事放送が終わりましたが、先ほどの 3S 心霊スポットということで、なるほどね、 SSS っていうのはなんか心霊スポットだったんですね。 SSS 聞いたことありますね。 SSS ってどこら辺にあるやつ。あ、なんかこの辺りって言ってましたね。宜野湾周辺にあるらしいですよ。僕もあの詳しくは知らないんですけど、りょうと君たちがよく話をしてて、なんかね、前あげてましたもんね、なんか KY チャンネルかなんかでどっか廃墟行ったら知らない手が映り込んでたみたいな撮った写真の中に。ああ、そうなんだ。そういうなんか怪奇現象というかいろいろ起きてるみたいですから、やっぱ僕が怖いのというか廃墟とかあんまり行ったことがないので。え、ほんと？あれはチャイナタウン行ったことないです。行ったことないんだ。行ったんですか？一回行ったことある。お、ただ幽霊じゃなくてアメリカの軍人の方が出てきた。リアルな怖さだ。怖いですよね。幽霊より怖い。ここから多分観光されてると思うんですけれど、まあ遊びに来てた。マッチョな男が。うわ。幽霊より怖いじゃないですか。リアルなやつ。まあ来週はそんな感じの怖い話をお届けしていきたいと思います。はい、でまたちょっとお時間があるので、ツイキャスも続けますけども、はい、中田猫さん木曜ジュングリで心霊スポット行こう。ああ、いやー、心霊スポットで。いや僕ね、お化けとかそういうの感じないですけど全く。いやっすね。おすすめしないです。おすすめしない、やっぱり。沖縄やばいところばっかり。そうそう、なんかね、一応僕先、まあいろんな。ステージで聞いた話がありまして1個、はい、ある、まあ、先輩のですね、こう高校時代かな、はい、に、まあ、いろんな心霊スポットをやっぱ免許取ったら行くのが流行ったみたい でそれでいろんなとこ回ったらしいんですよ、うん、で大体4名ぐらいで、ずっといろんなとこ回ってまして、である時、回っていった先がお墓だったのかな、うん、お墓だったみたい でこうみんなでこう散策してまして、嫁でふーっといろいろ散策してまして、うん、で、まあ、そろそろ帰ろうかってなったら一人見当たらないらしいんですよ、その中の一人が。であれどうしたのかなと思っていろいろ探してたら、なんかね、そのいなくなった一人があるお墓の前でずっとこう手を合わせるというか、なんか取り憑かれたようにずっとこのお墓に対して執着心を持ってまして、うん、でいやもうなんかちょっと嫌な予感がしたんでもう帰ろうって半ば無理やり、この子を、連れて帰りまして、うん、でまた翌日学校高校だったのかな、学校があるからっつって行ったらその子が学校に来てないと、うん、お休みをしてますみたいな感じでいろいろ確認してったらどうやら家にも帰ってないらしいぞと、うん、なっていろいろ探した結果
その子がいたのが、そのこの間行った墓地のお墓の前でずっとしがみついてたと。でうわってなって、うん、でそこをこうやもうなんとか連れ戻して、うん、帰ったらしいんですよ。でそこからもうみんな受験とかいろいろあってチリチリバラバラになって同窓会かなんかあってまた集まった時にそんなことがあったねみたいな話をしたら後々聞いたらしいんですけど、うん、その時に、お墓にしがみついてた男の子、うん、行方不明になっちゃったみたいで、その後その後何のそのどこ探しても見当たらないらしい。なんか急に目覚めたって言ったのなんかにそのままもしかしたら取りつかれて、そのまま体を乗っ取られてどこかフラフラさまよられてるのかもしれないですと、うん、だから実際にその行かないでくださいっていうのを言ってましたね。うん、実際にそういうとこ行ったら何が起きるかわからないからそのなんていうんですかね遊び半分というか、うん、そういう気持ちでやっぱ行くもんじゃないよっていうのは、うん、それでおしまい。その子なんか救われなさすぎないそれ。そうそうそう、救われなさすぎる。結構いろいろあって最後抜けて今は大丈夫ではないんだ。大丈夫じゃなくて結局そのままどこに行ったかわからないっていう、そういうのがあるんで、だから本当にむやみやたらに行くもんじゃないですよ、心霊スポットとか。本当にやめた方がいいですよ。そうそうそう、怖いんでね、延長やと。だからいろいろ言うじゃないですか。僕も怖い話とか都市伝説とかいろいろ結構好きで調べたりするんですけど、なんかね他の県のやつに比べて沖縄はパンチ力が違いますね。そうやっぱなんていうんですか、戦争とかそういう背景が絡みすぎてるというか、うん、だからいろいろあると思うんで、またこんな話をね来週マーマーさんがいろいろしてくれるみたいなんで、だから何でもありですからね、怖ければ何でもいいですから、その幽霊的なことでもいいですし、まあ幽霊じゃないことでも怖い話を。将来が怖いとか。あーもう全然老後がやばいみたいな。もう一人暮らしで白骨化したらみたいな。何でもありです。そういった話もじゃんじゃんお待ちしてます。先生が怖いとかそんなんでも。そうそういろんなの怖いの募集してます。はい、そしたら、中田猫さん怖いというのが来てました。ああさっきの話です。そしてシュプリームさんが、まあまあ美人のまあまあさん。いやいや別にですよ、シュプリームさんそれを言ったら本番怒りますからね。ちゃんと美しくて綺麗なまあまあさんと言ってくださいね、うん、本番来たらもう全力で。一回このツイキャスが一発目ね、はい、やってる時ツイキャスが入ってるっていうのをお知らせしてなくて、うん、まあまあさんがノーメイクで来まして、うん、でそれで生配信しますのでっつったら、うん、は私すっぴんだけどどうするのっつって切れてたんで、うん、ある意味怖い話ですよ。だからもうママさんに関してはもう皆さんで美しい。そしたら中田猫さんがまた口説いてたくせにって、口説かないですからね。絶対口説かないですよ、口説くこともしないですよ、もう絶対そんなことしないですから。本当に僕はこれ以上何も言えないんですから。一番は何も言えないですからね。皆さんこんな感じで1時間お付き合いありがとうございました。片桐さんもありがとうございました。ありがとうございます。どうでした、やっぱり楽しかったですか。はい、そうっすね、楽しかったっすね。お、じゃあまたなんかね、そうっすね、夏の思い出、夏の思い出またいろいろ皆さんもあると思うので、はい、ぜひまた来週聞いていただければなと思います。今日本当にありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。さよなら、おやすみなさい。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。すみません、ありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。あ、すみません。来週も今の何だったの終わり。